こんにちは、フットボールレディオの松です。今回お話ししていくスパーズの特集ラジオなんですけれども、アントニオ・コンテがですね、クラブとの双方合意のもと契約を解消するという報道が出た直前に収録したラジオになっていますので、コンテ継続の場合とその他の監督の場合などをですねお話しさせていただいておりますので、そのあたりはご了承いただいた上で今回のスパーズの特集ラジオを聞いていただければなと思います。ではどうぞ。こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですねイングランドプレミアリーグのトッテナムホットスパーの特集を行っていきたいなと思います。今回お話ししていく内容なんですけれども、2023年以降アントニオ・コンテ体制のもとシーズン戦う中で怪我がついてこなかったり、所属する選手から不満の声が出てきたりなど、さまざまな問題の中でスパーズは現状揺れております。でこの状態に陥った原因などはですね、皆さんお気づきの方も多いと思いますし、ご存知の方も多いと思いますので、そのあたりは割愛させていただきながらですね、お話ししていくことにはなるんですけれども、現状のスパーズから、少しでもね明るい話題っていうのをですね、私松なりに、見つけていきながら、この先のスパーズのことをちょっとお話ししていきたいなと思いますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速ね始めていきたいなと思います。まずは現在私がラジオ収録している時点までのスパーズの順位を発表していきます。現在プレミアリーグの4位という順位につけておりまして、28試合消化しております。15勝4分け9敗、勝ち点は49ポイントとなっております。3位のマンチェスターユナイテッドとの勝ち点差は1ポイントとなっているんですけれども、マンチェスターユナイテッドが2試合未消化試合ありますので、現状ユナイテッドがその2試合しっかりと勝利する、もしくは引き分けという形の結果を得てしまった場合、勝ち点差はどんどん開くということになります。で逆に、5位のニューキャッスルになりますと、同じく2試合未消化の、状況で勝ち点が47ポイントということになりますので、現時点では4位という順位であるんですけれども、ニューカッスルの今シーズンの成績を考えてみると、2試合分の未消化分、しっかりと勝利得られる可能性はありますし、引き分けだったりとかのね形で勝ち点を得られてしまうと、ポイントが縮められて、状況によっては、4位の順位を明け渡してしまうと。でリバプールもですね、現在6位なんですけれども、彼らも、今スパーズと比べると2試合未消化になっておりまして、勝ち点が42ポイントとなっておりますので、この2試合しっかりとリバプールが勝利を、もぎ取った場合48ポイントということになりますので、スパーズとの勝ち点差は1ポイントということになります。ですので、スパーズがこの先、何を目指していくか、どこの立ち位置を目指していくかっていうところはですね、もちろんチャンピオンズリーグの出場権来シーズン獲得っていうところが、間違いなく、狙いどころと言われると思うんですけれども、現状ですねニューカッスル、勝ち点を落としてもらわなければならない、もしくは自分たちがしっかりと勝利を必ずもぎ取っていかなければならない、リバプールの追従を、許さないような状況を作っていかなければならないということで、残りのシーズン、チャンピオンズリーグ敗退してしまったので、リーグ戦集中っていうところである程度、コンディションを整えたりとか、休暇を与えられる時間っていうのはあるので、そこが、何よりも、いい部分なのかなっていうところではあるんですけれども、現状の、スパーズの敗戦、そして内容、そういったものを見てみると、簡単なことではないのだろうなというところはどうしても感じてしまうと。そういった中で監督でありますアントニオ・コンテの去就も非常に注目が集まっております。先日アントニオ・コンテがですね、セインツ戦かな、行われた後に行った記者会見の中で、クラブ批判とも取れるような、発言をしました。でそれに関して私松がね、ラジオの方も投稿させてもらってるんで、興味のある方はそちらも聞いていただけたらなと思うんですけれども、現状、あれ以降ですね、去就のところは少し、落ち着いております。新たな監督の噂っていうのも当然上がってるんですけれども、
即刻解任ということには現状なっておらず、まあ、今話し合いを行っている真っ最中なのかもしれないんですけれども、代表ウィークが行われている中で、急遽解任、そして新たな監督を連れてくる、まあ、もしくはコンテのまま今シーズン戦いに行く、そういったところを今、シビアにちょっと判断している最中だとは思うので、まあ、コンテの去就はこの先も注目されていくことかとは思うんですけれども、現状、まあ、ああいった形で、クラブ批判を、まあ、してますので、コンテが解任される可能性は高いのではないかなというふうには個人的には思っております。そしてその後任なんですけれども、現在ですね、フリーの監督で優秀な監督、最近飽きました、私松が大好きなバイエルンミュンヘンというクラブの、監督をしておりました、ユリアン・ナーゲルスマン、まあ、成績不振によるもので、解任されてしまったんですけれども、バイエルンの、まあ、サポーターの中でもですね、まあ、この解任劇に関しては賛否両論、分かれているぐらい、ナーゲルスマンがやってるものはですね、非常に魅力的で、非常に試みも見える、まあ、内容もしっかりと提供している、まあ、本当に、世界でもトップオブトップの、優秀な指揮官です。まあ、年齢が35歳という若さもあって、まあ、選手と、ね、比較的まあ同年代っていうところもあったりするので、まあ、そこでね、例えばスパーズになると、まあ、ロリスだったりとか、まあ、ケインだったりとか、まあ、このあたりの年齢が近くなってるんで、まあ、どういった形でコミュニケーション取れるのかっていうところもですね、まあ、注目されたりすることにもし就任した場合はなるとは思うんですけれども、まあ、彼をもし、アントニオ・コンテの後任的な形で、まあ、招聘することができるのであれば、素晴らしい選択になると思います。間違いなく世界でもトップオブトップの優秀な指揮官で、まあ、現状のスパーズを立て直すプランは間違いなく、持ってくると思います。ただ現状のスパーズ、レビー会長が今務めておりますけれども、レビー体制の下で、スパーズの監督になるというのはですね、少しリスクがあります。コンテの、今の現体制の時もそうですし、まあ、ポチェッティーノの時もそうですし、まあ、モーリーニョ、そしてヌーノ、まあ、いろんな監督今まで雇ってきてますけれども、まあ、現場へのサポートだったりとか、現場とのまあコミュニケーションの中でまあやり取りしていくことだったりとか、結構いろいろ問題が起きて監督と揉めたりとか、まあ、監督とうまくいかなかったりとかっていうところで、監督解任っていうところに、行っている、まあ、クラブではありますので、まあ、そういった流れ、まあ、経歴っていうところを見てるとですね、まあ、ナーゲルスマン本人もバイエルンの監督を、まあ、クビという形になってしまったこと間違いなく、納得してないはずなので、スパーズの監督になりたい、スパーズの監督でもう一度、スタートしたいというふうに、まあ、思っている可能性もあるんですけれども、まあ、ナーゲルスマンとしてもここは慎重に考える可能性があるかなと。やっぱり働く環境っていうのは本当に大事ですし、我々、日本人であろうが、まあ、どこの国の、方々であろうが、まあ、就職だったりとかね、まあ、新たな転職先だったりとかを探すときに、まあ、どういった環境で、まあ、どういったサポートが受けられて、まあ、いろいろこう調べるじゃないですか。まあ、それと同じで、ちゃんと自分のことをちゃんと面倒を見てくれるのかとかね、自分が行うプロジェクトに対して提供するものに対してしっかりとサポートしてくれるのかとかね、過去の経歴だったりとかを、まあ、当然見て、監督は選んでそこの場所に行くので、ナーゲルスマンからしてもですね、まあ、少し考えていくことになるのかもしれません。ただ何度も言いますけれども、彼を雇うことができれば間違いなくスパーズはですね、より大きな、チームになっていく可能性はあるのではないかなと。特に攻守両面においての多彩さっていうところはですね、まあ、コンテに比べると、まあ、まあはっきり言ってね、申し訳ないんですけれども、まあ、攻撃の手数だったりとか、まあ、やり方の数だったり修正だったりとか、まあ、そのあたりはナーゲルスマンの方が1枚2枚と、まあ、上手なのではないかなと。特に保持した中での押し込むっていうところはね、スパーズの現状の課題ですので、はい。でもちろん、まあ、ナーゲルスマンの他には、まあ、現状フリーの監督になると、まあ、例えばブラジル代表の監督だったチッチ、まあ、ドイツの監督だったレーブ、スパーズの元監督でありますポチェティーノで、まあ、バルサだったりとか、スペイン代表の監督だったルイス・エンリケ、まあ、これだけ、まあ名を残してるね、まあ、監督もいますので、まあ、誰を連れてくるかによってね、まあ、スパーズの、まあ、未来っていうのは結構簡単にね、まあ、想像はできると思うんですけれども、間違いなく、まあ、スパーズクラスの
規模の、クラブになると当然ね、現状やっぱりアーセナルが首位を走っている現状っていうのはライバルとしてはなかなか受け入れがたいものだと思うので、そのアーセナルに対してしっかりと、まあ、このベースではなくて組織としても対応できるようなチームを目指していくっていうところを、まあ、考えていくべきだと思うので、今挙げた名前の中でいくとそこをしっかりと提供できるのはナーゲルスマンだったりとか、まあ、チッチだったり、まあ、ルイス・エンリケ、まあ、この3枚ぐらいになってくるのかなっていうところは、あります。はい。ですのでもし彼らを招聘することを本気で考えるのであれば、フロントはしっかりとしたサポートをしなければならないし、指揮官にしっかりとした権限を与えないとですね、まあ、彼らは来てくれないと思いますので、まあ、チームとしてのまとまりを作り上げていく構築にしっかりと手抜きをせずに、プロジェクトをしっかりと提示してどういったチームを作っていくのか、そして新たな監督にどれだけの時間を与えてあげるのかっていうのをですね、しっかりとベースとして持った中で失敗も厭わないチャレンジをしていく必要があるのかなというふうには思います。そして、まあ、来シーズンもちろんスパーズ新たな監督もしくは、まあ、コンテ体制のままでいくのか、もちろん、まあ、監督によってチームは全然変わっていきますし、取ってきたいタレント、欲しがるタレントっていうのも当然変わってきます。なのでスパーズが来シーズンどんな補強に出るのかっていうのは現状正直分かりません。ただ補強ポジションと呼ばれているのはセンターバックだったりとかウィングバックだったりとか、あとはケインがどうなるか分からないので、もしケインが退団することになればセンターフォワードは必ず取りに行かなければならないと思いますし、あとは中盤の選手でもっとこうゲームを作れるようなタイプの、中盤の選手、エリクセンみたいなねタイプが、今のスパーズには必要になってくるのではないかなっていうふうには個人的には思っているので、まあ、補強ポジションに関しては基本的には変わらないのではないかなっていうふうには思ってます。ただここで問題なのがその補強費用なんですけれども、スパーズは準備できるのかというところが問題になってます。スパーズはですね、1450億円近くの金額でトッテナムホットスパースタジアムを建設しました。その建設費用に多くのお金を当てたので、まあ、補強できないシーズンもあったりとか、まあ、現場としては少し、まあ、苦しいっていうところもあったりとかで、近年、まあ、補強のところでうまくいかなかったりできなかったりっていうシーズンは確かにありました。ただ、1450億円という金額を使ってもうすでにスタジアムは完成していますし、実際今もう使っていると。で、今シーズン開幕前の夏のマーケットの中で、スパーズはですね約250億円近くの金額をすでに使ってます。今シーズン加入した選手、まあ、少し紹介させていただくと、まずはラングレー、レンタルで、加入しておりまして買取オプションはついてません。で、年俸が非常に高いんですけれども、バルセロナと分けて、年俸払ってます。で、ジェド・スペンス、ミドラズブラから、加入したんですけれども、今はねフランスに、まあ、ローンという形で、貸し出されてるんですけれども、彼を25億円で、イヴァン・ペリシッチインテルからフリーで獲得で、リシャルリソン、エバートンから85億円で、獲得で、ビスマ、ブライトンから50億円で、ペドロ・ポロ、彼は、冬のマーケットになるんですけれども、獲得してます。で、彼に関してなんですけれども63億円の金額なんですけれども、今シーズンに関してはレンタルで加入しておりまして、来シーズンから買取義務付きになるので、この63億円は、来シーズン開幕前の夏のマーケットの費用で、賄うことになります。で、ダンジュマ、現在レンタルで加入しておりまして、試合にはちょっとなかなかね、まあ、絡めていない状況なので、まあ、彼本人としてもちょっとなかなかね、悔しい気持ちもあるのではないかなと。そしてフォースター、彼もフリーで獲得で、ウドジェ、現在ウディネーゼでプレーしておりますけれども、加入はすでに決まっておりまして、もう25億円もすでに払ってます。ただ、まあ、レンタルで、今シーズン、ウィディネーゼに、勝ち出している状況で、来シーズンから正式にスパーズの選手として加入します。はい。あとですね、ロメロなんですけれども、クリスティアン・ロメロですね、3バックの右務めているアルゼンチン代表の選手ですけれども、彼もですねアタランタからレンタルで、昨シーズンは加入してますので、今シーズン開幕前の夏のマーケットの中で、買取オプションを、まあ、買取義務に近いですけどね、行使しまして、まあ、65億円の金額を、払ってます。はい。なので、これだけの資金を使っているということですね。
で、この金額なんですけれども、じゃあ来シーズン開幕前のマーケットで同じような金額を使えるのかと言われると、正直厳しいところがあるのではないかなと思ってます。まず一つ理由としましては、ペドロポロの費用をまずは、来シーズンの開幕前の夏のマーケットで賄わなければならないということ、あとはですね、チャンピオンズリーグに出れるか少し怪しいというところがある。ここが特に大きいです。まあ、チャンピオンズリーグに出る出ないだけで収益は大きく変わりますし、賄える部分って大きく変わります。なので、もし来シーズンチャンピオンズリーグの出場権を確保できないということになってしまった場合ですね、今シーズン開幕前250億円近くの金額使ったと、まあ、先ほど言いましたけれども、同じような金額が使えるのかと言われたら、どうしてもやっぱり難しくなってくるのではないかなっていうふうには思ってしまいます。なので現状、まあ、売却ということを行わない場合、まあ、現状のスパーズの補強費、あくまで予想ですけれども、多くて、200億あればラッキーぐらい、現状のスパーズと、まあ、チャンピオンズリーグの出場権もし逃してしまうということになった場合ですね、下手すると、まあ、150、60、70という金額に、まあ、なってくるのではないかなというふうに思います。まあ、もちろんそれだけの金額があるだけでもね、素晴らしいことなんですけれども、現状スパーズがですね、目指していく立ち位置っていうところはやっぱり相当ハイレベルなところですから、プレミアリーグのトップとなるとね、なのでそこに目指していくとなれば当然費用もかかるし、まあ、選手も取ってこなければならなくなるっていうところなので、この金額でどれだけのチームを作れるのかっていうのはですね、スパーズのフロントにまあかかっているところもありますので、そのあたりはですね、まあ、パラティッチを含めて、まあ、近年の補強だったりとか交渉を見ていると、まあ、そこまでうまくないのかなっていうところはあるので、少し不安が残るかなっていう感じではありますかね。はい、ただ先ほどまあ紹介しましたけれども、ハリー・ケインの去就が分かりません。本当に来シーズン CL もし取れないということになった場合、ケインが退団する可能性が高まると思ってます。特に、バイエルミュンヘン、そしてマンチェスターユナイテッド、まあ、私が応援している両クラブで本当に申し訳ないんですけれども、この両クラブがですね、まあ、ケインの獲得に、まあ、本腰入れてます。なのでケイン本人がですね、もう退団を望んで、移籍をするということをもし望んでしまった場合、交渉は決まりかねないですし、スパーズとしても残留を、提示したとしても、まあ、ケインの意思を、残留に、もう一度戻すということはどうしても難しくなりかねない状況だと思うので、まあ、ケインをまずは残留させたい、間違いなくそこがベースとなると思うし、ケインがもし退団してしまった場合、彼と同等のセンターフォワードは、世界見渡すと確かにいますけれども、金額がめちゃくちゃ高いので、その金額をじゃあ使ってまで、スパーズは補強やってもいいのかっていうところもありますので、どうしても簡単なことではないと。なので現実的に一番ベストな方法は CL 権を確保して、来シーズン CL 出れるんで、契約延長してくれませんかというところがベースになってくるのではないかなと思います。そこが一番描きたい未来なのではないかなっていうところはありますかね。はい、で、まあ、来シーズンもちろんね、新たな選手が来たり逆に退団してしまったりとか、まあ、変化っていうのは当然起きてきますと。でラングレと、まあ、ダンジュマに関してはレンタルで来てますので買取オプションついてませんので、まあ、彼らは戻ります、チームに。まあ、ダンジュマに関しては買取することが多分できるのかな、行使すればできるんですけど、まあ、現状、試合の出場時間だったりとか、まあ、もろもろ考えると、まあ、買取はなかなか考えづらいので、まあ、戻っていくことになるだろうと。まあ、ラングレもそうですね。はい、ラングレは、まあ、オプションついてないんであれなんですけど。で、ブライアンヒル、まあ、そしてエンドンベレ、サール、まあ、ロシェルソ、まあ、このあたりも今ローンでレンタルという形で、各チームにね、今散らばってます。まあ、セビージャ、ナポリで、サールはレンヌかな、フランスかなんかどっかに行ってますよね。でロシェルソはビジャレアルに行ってると思うんですけども、まあ、彼らがまた戻ってくるので、じゃあ彼らをじゃあ使っていくのかってなったらね、それはもちろん監督によって変わってくるので、このあたりもちょっと分かりませんと。なので現状来シーズンのスカットっていうところを誰も売却しないっていうことを考えて、かつもう戻ってしまう選手っていうところを考えると、トータル的なスカットは、まあ、ゴールキーパーロリスとフォースターで、3バック、ロメロ、ダイヤ、ベン・デイビス、控えがタンガンガとダビンソン・サンチェス
でウィングバックで、右にエメルソン、ポロ、スペンス、そして、左のウィングバックがペリシッチ、セセニョン、ウドジェで、中盤ベンタンクール、ホイビア、サール、スキップ、ロチェルソ、ビスマ、エンドンベレ、ツーシャドウ、クルゼフスキー、ソン・フンミン、リシャルリソン、ルーカス・モーラ、ブライアン・ヒル、そしてハリー・ケイン、ワントップという形になるのかなと。まあ、選手一人一人を見てもですね、素晴らしいタレント抱えていますし、まあ、監督によってこの選手たちが生かされていく方法というのも変わるので、まあ、アントニオ・コンテ体制の下だと、まあ、現状ある程度ね、まあ、限界値っていうところは見えていたと思いますし、まあ、コンテが目指していくサッカーに完璧さをもう少しね求めていくならば、もっともっとお金使っていかなければならないっていうところは、現状すでに見えておりますので、まあ、コンテ体制の下来シーズンも戦っていくということになると、まあ、今シーズンと同じようなね、まあ、テーマが、課題にありますので、特にまあボールを持って前進していく中での、ビルドアップの形だったりとか、押し込んだ中での相手のブロックをほどくための、まあ、試みっていうところで、まあ、少し課題が多いチームなので、まあ、僕も何度もねトッテナムのラジオを投稿させてもらってる時に、まあ、そういった話させてもらってますけれども、現状コンテ体制だとそこがなかなか解決できていないので、ある程度個ベースで戦ってしまってるので、もしそこをね、もう変えたいと、もう少し組織として、まあ、戦えるようになっていきたい、多彩なものをしっかりと提供していきたい、相手のやってくるものに対して臨機応変な、形を作っていきたいっていうふうに思うんであれば、まあ、コンテを、解任することも、悪いとは思いません。ただ、最初にもお話ししましたけれども、現状スパーズのフロントのやり方っていうところでどうしてもやっぱり問題がありますので、コンテを解任したからとて優秀な監督が来てくれるかは、正直その辺はまだまだわからないところはどうしても、考えざるを得ないというところですね。はい。そして、まあ、ここからはあくまで個人的な妄想のお話になるんですけれども、来シーズンの補強に関してなんですけれども、監督によって当然取る選手は変わるのは当然皆さんもご存知のところだと思うんですけれども、もし私がスパーズの監督に就任した場合、もし私だったらどういった人員整理を行っていくかっていうところをですね、まあ、ちょっとお話ししていきたいんで、現状のスカッドから結構バッサリと選手切っていきますけれども、あくまで個人的な意見なんでね、その辺はご了承ください。まず、まあ、現状のスカッドを先ほど紹介しましたけれども、誰も売却してない状況のスカッドね、まあ、紹介させていただきましたけれども、まず売却に出ます。資金をまず捻出しなければならないので、エンドンベレ、ダビンソン・サンチェス、エメルソン・ロイヤル、サール、ロチェルソ、セセニョン、そしてルーカス・モウラ、そしてブライアン・ヒル、彼らをできれば売却したいです。できればお金に変えたい。セセニョンに関しては結構意見も分かれてくると思います。まあ、ペリシッチの方がいいんじゃないかとか、結構いろいろ意見は分かれてくると思うし、セセニョンはこれからやってくれるよって思う方もいらっしゃると思うんですけども、このあたりは本当に好みが分かれてくると思うし、個人的にはやっぱりウドジェが来シーズン加入してくるので、ウドジェってウディネーゼの試合僕何度か見させてもらったんですけど、まあ、非常に攻撃型の、まあ、ウィングバックで、まあ、ポジション取りっていうところも、まあ、若干気になるところもあるタイプの選手なんですよ。ただフィジカル面だったりスピード面だったりとか、そういう爆発力っていうところで、まあ、違いを出せるタイプの攻撃型のウィングバックなので、まあ、セセニョンも比較的攻撃型のタイプですし、ペリシッチはどちらかというと攻守両面において計算できるタイプなので、比較的まあ類似するタイプとなると、まあ、セセニョンになってしまうのかなと。まあ、年齢的にはね、セセニョンとウドジェっていうところが、まあ、年齢も若いんで彼らを抱えたい気持ちもわかるんですけれども、やっぱり組織として戦っていく中では、このタレントだったらこの戦い方ができて、このタレントだったらこういう、まあ、万能性っていうところも使えるっていう風になると、まあ、僕はペリシッチ、どうしても残したいですし、まあ、個人的にはやっぱりペリシッチすごく評価している選手だし、大好きな選手の一人なので、まあ、残したいっていう思いもありました。はい。なので、まあ、先ほど紹介しましたセセニョンも含めた、まあ、多くの選手たちを売却したとして、どれだけの資金が捻出できるかは正直分かりません。多分そこまで大きなお金は多分作れません。特に主力と呼べる選手は現状試合に絡めてるのは多分エメルソンぐらいだと思うんですよね。このメンツになってくると、まあセセニョンもまああれかだとは思うんですけど、まあエメルソンもそこまで多分金額的に高く
まあ、買い取ってくれるクラブはちょっと現実的にちょっと難しいと思うし、まあ、セセニョンに関しても、まあ、年齢が若いんで、あのプレミアリーグの別のクラブから比較的いい値段で、まあ、買い取ってもらえるみたいなこともあるのかもしれないけれども、まだまだこう完璧に実力を発揮できているわけではないので、当然足元見られると思うんで、そこまでお金は取れないのかなと。なので彼らをまあうまく売却して、あのスカットもそうだし、まあ、年俸のところも少し抑えていきながら、資金捻出する中で、まあ、本当に60、70と、まあ、合計で手に入れられたらいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい。で、新加入選手誰を選んでいくかということなんですけれども、ここが問題なんですよね。どうしても売却となると、その取りたがるねチームがいたりとか、欲しいというふうにもうオファーをガンガン出してくれたら当然その分金額が上がってくるんだけど、自分たちもやっぱり出したいっていう形で出してる選手になるんで、やっぱりお金がそこまで手に入らなかったっていうことを先を想定したじゃないですか。だけど補強に関しては当然我々が欲しいというところがベースになってくるので、当然やっぱりいい選手欲しいし、実力のある選手が欲しいので、当然やっぱり金額も高くなってくると。なので、まあ、補強予算もともと抱えているのがじゃあ150億ぐらいと考えて、先ほどの売却資金っていうところを考えると、まあ、200億ちょっとぐらいの金額を今手にしているっていう状況なので、まず取らなければならないのはセンターバックなんですよね。僕はあの現状の、スパーズのセンターバックだと、信用できるのはロメロと、まあ、ダイヤも悪くはないんですけれども、正直リーダー格では僕はないと思ってるんで、やっぱりリーダー格のセンターバック1枚欲しいですし、でベン・デイビスのところも素晴らしくね、あの彼本当に器用にいろいろできるんですけれども、やっぱり左のセンターバックにもやっぱり軸が欲しいので、真ん中と左ができるタイプの選手が欲しいんですよ。なので、まあ現状の、まあ、市場の中で比較的まあ金額的にも抑えて、取れそうな選手ってなると、例えばチェルシーのクリバリだったり、ブライトのコルウィル、ルイス・ダンク、あとはいいなと思ってるのはリーズのコッホとか、あとはちょっと高いかもしれないけれどもインテルのバストーニ、ローマのイバネス、フィオレンティーナのミレンコビッチで、アタランタのデミラルで、個人的にねもしかしたらありなんじゃないかなって思ってるのは、ドルトムントのフンメルスで、フランクフルトのエンディカ、ボルシアメンヘングラドバッハのベンセバイニ、マルセイユのバレルディで、スポルディングのゴンサロイナシオ、まあ、このあたりがいいかなと思ってます。まあ、個人的にもしスパーズのフロントに入って、まあ、監督だったりとかもう全権握ってやっていいですよって言われたら、個人的にね、まあ、金額を抑えて取れるんだったらフンメルスはもしかしたら取りに行くかもしれないです。まあ、経験値も持ってるし、センターバックの真ん中をやらせて、やっぱりボールを持った中での判断とかキックはさすがのものを持ってるんで、確かにまあ衰えは出てます。あのスピードもそこまであるわけでもないので、あの難しいところもあるとは思うかもしれないんだけれども、彼が持ってるやっぱりボールを運ぶ、パスを出す、まあ、アウトサイドキックもそうだけれども判断のところとか、まあ、本当に能力の高いセンターバックなので、うまくやっぱりローテーション回していくっていうところで、やっぱりフンメルスとしてもドルトムント、まあ、ズーレだったりニコシュロッターベックがいるので、まあ、ドルトムントへの愛情があるかもしれないけれども、まあ、スパーズに来てくれるんだったら、まあ、フリーで、取れるし、来シーズンで契約で、来シーズンというかもう今シーズンいっぱいかで契約満了になるんで、フンメルスなので、まあフリーで取れるんだったら取る、まあ、一つの選択肢として持っておくのも悪くはないかなと。ただ、まあ他の選手、やっぱりフンメルス年齢重ねてたりとか、そのスピード面ってやっぱり感じてしまうと思うんで、そこはやっぱり不安だって思うんだったら、まあ2枚取ることを僕前提に考えてるんで、まあ両者にやっぱりお金を使うとなると、まあ現状ね、誰がいいのかって言われたら、まあ人それぞれ変わるけど、まあ僕だったら、まあコルウィル、ダンク、イバネス、ミレンコビッチ、ゴンサロ、イナシオ、まあこのあたりかな。
はい、まあ、クリバリとかもいいですけどね、うん、はい、まあ、このあたりをうまくこう交渉しながらうまくまとめて比較的、まあ、100億かからないぐらいで2枚をまとめたいんですよね僕。なので、まあ、フンメルスとかもありかなっていうのは思ったんだけど、フリーで取れるんだったらね。ただまあ100億以下で2枚取るのは、まあ、なかなか難しいとは思うんで、まあコッホとかね、あのリーズのセンターバックの選手だけど、まあ、彼とか、まあ、結構器用にいろいろできるタイプなんで、まあ取ってみるのもありかもしれないけれどもね。ただまあ真ん中ではなくてちょっと右かなっていうところもあるんで、真ん中にロメロ持ってきて右にコッホっていうことになるかもしれないですけど、まあそうなった場合はね。あとはまあそうだな、まあボールつなげてちゃんとキックも蹴れて、まあ、判断も間違わなくてポジションの取るスピードも速いタイプがいいんですよね。姿勢も良くてみたいな。だからやっぱりね、まあ、器用さっていうところを持ってる人がやっぱり僕はいいんで、バストーニとかになってくんのかな。ね、まあゴンサロイナシオとか僕すごく好きなんだけど、結構いい選手だと僕思ってるんでね。ただまあ他も狙ってくるでしょうから、強豪になりやすいとかっていうのもあるんでね、まあこの辺りからまあ2枚を取れたらいいんじゃないかなとは思います。はい、センターバック2枚ね、もう絶対取りたいです僕は。もう今のスパーズを見てると、もうセンターバックは絶対取らなきゃダメだろうっていう状況だと僕は思ってるんで、はい。で次が、一応センターフォワードの話も一応しときましょうか。まあケインがもし退団してしまうということになった場合、まあケインの資金である程度金額取れると思うんで、その金額を使って誰を取ってくるかっていうところなんですけど、正直ね、例えば今市場に出てるオシムヘンとかを多分取りに行ったとしても多分厳しいと思うんですよ。多分他のクラブに持ってかれると思うんですね、オシムヘンとか。なので現状、まあ、出番はそんなに得られてないかもしれないけれども、ちょっと監督がうまく使いこなせてなくて、ちゃんと実力備えてる選手が僕はいいと思ってるんで、例えばルカクとか、あとはウェストハムのスカマッカとかいいんじゃないかなとは思いますけどね、うん、あとはブライトのファーガソンとかね、まあ、取りに行くのも一つの選択肢かもしれないですけれども、やっぱり僕は高さがあってフィニッシュの質もしっかりと提供できるタイプがいいと思ってるんで、特にプレミアリーグになればね、高さっていう部分は本当にストロングポイントになってくると思うんで、まあジルーとかね取れたらいいんだけれども、ジルーはやっぱりミランから多分離れないと思うんで、まあ現状取れてかつ、まあ、金額的にも抑えられそうってなるんだったら、まあこの辺りかな。まあ個人的にはスカマッカー取りたいけどね、まあ、すごく雰囲気もあって使い方によっては多分すごく輝く選手だと僕思ってるんで、まあウエストハムって言ったらどうしてもアントニオってよく言われるけれども、スカマッカもねやっぱいい選手ですからね、もう監督がねもうデビッド・モイズっていう時点でちょっともう厳しいですからね、あのチームは。なのでスカマッカがいいんじゃないかなとは思ってます、まあ、個人的にね、はい。まあ、他の選手もいいと思いますよ。例えば、ラスムス・ホイルンドとかアタランタのねセンターフォワードの選手とかもいいかもしれないですし、あとは、まあ、ブラホビッチとか取れるんだったらね、それはそれでめちゃめちゃいいけれども、あとはそうだな、やっぱり器用さみたいなものはやっぱ持っててほしいですもんね、うーん、ぐらいかな。センターフォワードって意外とね市場出てるようで出てないですもんね、うん、まあそのあたりになってくるのかな。イヴァントニーとかは、まあありっちゃありなんだけど、なんかスパーズのなんかユニフォームがなんかこう似合うかなっていう、なんかこうそういうのもやっぱか考えちゃうんで、なんかトニーはなんかね、なんか赤っぽいんですよ。まあ今ブレントフォードでやってるからっていうのもあるかもしれないけれども、なんかあんまりイメージつかないんですよね、スパーズのユニフォームっていうのが。はい、ですかね。はい、で、次がウィングバックなんですけど、ウィングバックに関してはね、正直難しいというか、
取れたら取りたいし、金額的に高かったらもう我慢せざるを得ないかもしれないんですよ。で、右に関してはね、あのペドロ・ポロがいるじゃないですか。取るというかもう取ることほぼ決定してるじゃないですか。まあ今来てるし、すでにで、お金も払うこと決まってるんで、まあポロが比較的攻撃型のキックの質も高いウィングバックなので、でサイドバックやらせるとちょっと守備のところちょっと脆いと思ってるんで、やっぱりこう攻守両面においてやっぱ計算できるタイプがやっぱ欲しいんですよ。でスペンスってそんなに僕試合出てるとこはあんま見れてないんで、その守備の部分でどれだけ貢献できるのかっていうのは分からないんだけども、まあ、スペンスもやっぱりもう少しちゃんと使ってあげてシーズン通して、なのでチャレンジさせてあげるシーズンもありだと思ってるんで、まあ、スペンスとポロの来シーズンの、まあ、ローテーションの中で判断を下していきたいって思ってるんで、まあ、右に関してはね、できればやっぱり攻守両面において万能型っていうのを取りたいんだけど、まあ、現状我慢でこの2枚で、左に関してはペリシッチと、まあ、ウドジェで、まあ、やっていけばいいと思うんで、取りたいんだけど、まあ、金額的なところと、まあ、予算っていうところで、まあ、ちょっと我慢してもいいのかなと。はい、まあ安くでかつ、まあお金もかからない的な感じで取れるんだったらね、まあ、取りに行ってもいいとは思うんですよ。はい、まあ、サイドバック型の選手ってそんないないので、特に右に関しては。左はね、ベン・デイビスが多分できると思うんだけど、右はいないんでね、ポロもスペンスも多分、まあ、スペンスはちょっと分かんないけど、ポロに関してはちょっと先ほども言ったけど、守備の面がちょっとっていうところも気になる選手なんでね。はい、で、中盤なんですけれども、ここもちょっとね難しくて、中盤の選手って言っても、まあ、例えば 3-4-2-1 をベースに戦うとするじゃないですか、今の形をベースにってなった時に、まあ、中盤ホイビアと、まあ、ベンタンクールでビスマ、まあ、この3枚は確定で絶対残すべきだと思うし、ビスマはちゃんとね整理されたサッカーの中で、かつこう運ぶっていうところと、あのスティールっていうところがすごく、特徴を持ってる人なんで、まあ、もっと使ってあげてほしいんだけど、まあ、ブライトンほどね攻撃にこう巧みさっていうのを持ってるようなチームかって言われたら、スパーズそこまでねやっぱり多彩さっていうのを持ってるチームでは今現状ないのでね、まあ、コンテのやり方になると。なので、まあ、ビスマももしかしたらちょっとこう輝きにくい環境なのかもしれないので、まあ、ビスマ、ホイビア、ベンタンクールで、オリバースキップもまあいいんだけど、やっぱり取りたいですね。まあスキップを残して、まあ、サールもまあまあまああれですけど、まあ、ロチェルスを残すのもまあありっちゃありですけど、まあ、例えばスキップを例えばダブルブランチの一角でゲーム作るタイプとして計算するんだったら、例えばシャドウのポジションのところで、まあ、ルーカス・モーラ多分出すし、ブライアン・ヒルも出すんで、リシャルリソンを、まあ、ソンとクルゼスキのところでこう状況によって使い分けるっていうことをやりたいんで、このシャドウのポジションで降りてきてゲーム作れるタイプを取るっていう選択肢もあるじゃないですか。ボランチのところにゲーム作るタイプじゃなくて、こう降りてきてゲームを作るタイプね。なので例えば去就で今噂がよく上がってるのは、例えばアワールとかリオンの、まあ、彼を取りに行くのもいいと思うし、まあ、よりこうハードワークさっていうところと顔出しっていうところで、ゲームに貢献できるのは例えばパスカル・グロスとか、あとは森田選手とかもね、まあ、例えばボランチの位置だったらいいんじゃないかなとか、あとはより攻撃的なスタイルも持ってて足元も巧みで、まあ、万能性もしっかり持ってるっていうことを選ぶんだったらセルゲイとか、ミリンコビッチ・サビッチねだったりとか、よりこうボランチの位置でボックス・トゥ・ボックスで仕事をする、まあ、ベンタンクールだったりビスマがいるんでそんなに必要ないのかもしれないけれども、まあ、もう一枚欲しいっていうんだったら例えばフラッテージとか、あとはアンカーのところとかでゲーム作るんだったらアヤックスのエドソン・アルバレスとか、この辺りになってくるのかなとは思いますけどね。はい、まあでもここはね、まあ、好みにもちろんよるとは思うんだけど、そうだな、やっぱり前線の選手たちがやっぱり孤立しないような状況をやっぱ僕作ってあげたいんで、
組織として戦っていく中でね、やっぱり今のスパーズを見ていると、まあ、ケインが孤立したりとか、こう攻守の分断化みたいなことに状況によってはなってたりしてて、今の現代サッカーでそれでこう勝てるっていうところはなかなかやっぱ難しいと思うんですよ。やっぱりチャンピオンズリーグの舞台で、まあ、ミランと試合しましたけれども、ミラン確かにね、いいチームだと思うんだけれども、攻守両面において万能型かって言われたらそういったわけではないし、結構アラも見えるチームなんですよ。だけど、まあ、そのチーム相手にちょっと結構苦しい内容で戦ってたじゃないですか。あれは結構大きな課題だと思ってるんで、僕見た感じだとね。で、まあ、ライバルチームの名前出しては本当申し訳ないんですけど、多分アーセナルだったら多分ミランの攻守のやり方を多分うまく攻略して多分勝ってると思うんですよ。今のアーセナル多分なかなか止めるのってプレミアリーグでもやっぱ厳しいし、まあ、ミランも、まあ、勝てないわけではないと思いますよ。アーセナルに勝つことも全然考えられるんだけれども、アーセナルの巧みさにこう対応できるほどの守備ブロック形成できるかというとちょっと難しいところもあったと思うんで、ある程度こうチャウとか、シモンケアとかトモリとかが孤立するケインをうまく捕まえることはできてたけど、動きが出てきて背後も幅も、ビルドアップの形もうまく可変で作ってきて運んでくるっていうチームになると、多分こうバチッと捕まえきれないんで、それが例えばスパーズができていたらね、まあ、倒せていた可能性もあるんだけれども、なのでそうだな、まあ、監督は変えますけど、まあ、コンテ申し訳ないけどね、もしそういうとこを目指すなら、まあ、コンテを信用するならお金は必要ですよ。コンテが望む選手をちゃんと取ってあげないとダメだとは思うんで、ちゃんとこう順応できる選手ね、コンテが求めるものにちゃんとこうハイパフォーマンスを常に発揮できるタイプなので、コンテは悪い監督とは僕思ってないですよ。自分がやるスタイルに関しては徹底的にやる監督だし、そこに対して追求するものっていうのは本当にもう情熱もすごいし、もう圧もすごいと思ってるんで、そのなんていうんだろう、メンタル面というか、そういったところは本当にすごいと思ってるんで、悪い監督だとは思ってないんだけれども、やっぱり多彩さだったりとか、まあ、何度も話しますけれども、こうブロックを組まれた対戦相手に対してのやり方だったり、前進するための形っていうのはどうしてもやっぱり課題が多いので、まあ本当ここはもう好みですけど、もうどっちを選ぶかです、本当に。はい、ですので、まあそうだな、まあコンテで行きたいって思う方もいらっしゃると思います。僕もね、今シーズンいっぱいはもうコンテでいいんじゃないかなって思ってるんですよ。まあ、今変えるのはちょっとリスキーだと思うし、正直ユリアン・ナーゲルスマンとか、まあ、チッチとか、例えば彼らが監督になったとしても今の状態からこう立て直すのってそんな簡単じゃないし、特に時間かかると思うんですよ、めちゃめちゃ。でナーゲルスマンって結構いろいろチャレンジするんで、そのチャレンジをちゃんと受け入れてあげられるのかっていうところもね、必要になってくるんで、うん、なので監督誰になるかによっては取ってくる選手も当然変わる、でどこを目指していくかによってはプロジェクトもちゃんと変わってこなければならない、で選手もちゃんとそれに順応できるタイプをちゃんと連れてこなければならない、長期目線で考えなければならないっていうところで、はい、まあ、監督の人生のところで、まあ、この先は必ずブレてはダメですね。もう例えばもう堅守速攻で戦い抜いていくっていう覚悟を持つならば、もう監督に対してある程度やっぱり実権与えて、もうお金を使ってでもやっぱりサポートしないといけないし、もしそれがダメだと、もうお金そんな使いたくないっていう形なんだったら、やっぱ戦力をうまく使いこなした中で、まあ、攻守両面においての、運びの形もちゃんと作れるような監督を選んでこないとダメだし、なので現状のコンテに例えばビルドアップのところでどうこうするみたいなことを求めるのは、まあ、今までのコンテの経歴とかを見てると難しいところはどうしてもあるんで、そこはね、スパーズのフロントが考えないとダメなところなんで、我々も一緒じゃないですか。やっぱり仕事をしていて、その職場の中で自分ができる能力ってあるじゃないですか。これできる、これできる、でもこれはちょっとできないとかっていうのは、まあ、人それぞれあると思うんだけれども、
自分がやっぱりできるものとできないものの中で、できないものに対してこうボッと急に求められて、そのやり方もね、そこまで詳しくなかったりとか、自分の中でそれがその考えがなかったりとかすると厳しかったりするじゃないですか。なので結局うまくこう当てはめていくしかないんですよね。どういうプロジェクトを持って、どういうチームを作っていきたいかによって、それにちゃんとフィットできる人をちゃんと雇ってくる。でお金を使いたくないっていうんだったら、やっぱり交渉のところでちゃんと顔を聞く人材とか、交渉術が上手い人とか、こう勢いでいかない人とか、そういう人をちゃんとやっぱ選んで取ってこなければならないんで、はい。まあ現状スパーズはね、特にまあフロントが結構変わらないと、体制というかやり方をやっぱもっとこう現場をもっとこう意識したサポートっていうのをしてあげないと厳しいとは思うんで、お金をね、まあ新スタジアム建設に使った動向でお金使えないっていうのは、まあそれはしゃあないですよ。もうしゃあないし、まあハートレーンからトッテナモットスパースタジアムにも移行するっていうのはもう分かってたことなので、それしゃあないんですけど、スパーズがどこを目指していくところにはどういうものが必要だ、で現状トップオブトップのチームってどんなサッカーしてるんだろう、こういうこともできる、こういうこともできるよね、じゃあ自分のチームでどうだろう、あちょっとここないかな、じゃあそこできるような監督連れてこよう、じゃあでもチームとしてそれを作り上げていくには当然時間もかかる、そこにちゃんと適応できる人も取ってこなければならない、お金もかかってきますと、まあ、もろもろやっぱりね、こう考えて計算して、まあ、やっていくっていうことが必要になってくるとは思うんで、はい。まあとにかく、まあ時間は必要ですね。はい。ということで、まあある程度、まあ、お話はさせてもらったんですけれども、どうですかね。今のまあスパーズの状態をやっぱり話すとなると、この前ねコメントもいただいたんですけど、どうしてもやっぱりちょっとこうね、暗い話題とかがね少し多くなってしまっている現状っていうのはやっぱりまあ辛くて、まあ悔しい部分もあるというふうにまあコメントくださった方もいらっしゃって、もう本当にそうだと思うんですよ。やっぱりチームとしてまとまってこう勝利のためにやり続けていきたいけれども、まあ監督からもああいった形で言葉が出てきてしまったし、選手からもね、自分を使えというふうな、まあ、コメントが出てきたりとか、でフロントを見てみれば、ね、まあ、過去の経歴とかを見ていても、まあ、流れを見ていてもうまく現場サポートできてないなとか、ちょっとこうどうしてもねこうマイナスのことを考えてしまってしまうと思うし、僕ももしスパーズのサポーターだったらそう思ってしまうし、ね、まあ、体制が変わるっていうのはなかなかね簡単なことではないし、すぐ変わっていくことではないとは思うんで、まあ、フロントとうまく付き合っていける、戦力をうまく使いこなせる監督っていうのをもしかしたら呼んでくるべきになってるのかもしれないですね。はい。ということで、以上です。はい。まあ、スパーズのお話をね、まあ、これからも、まあ、たくさんさせていただくことになると思うし、まあ、スパーズのサポーターの方々も、普段ラジオにね、コメントいただいたりしてて、いろんなやっぱりこう一人一人のサポーターの方の、まあ、気持ちだったりとかをコメントでいただいてるんで、まあどういうことが起きたりとか、どういう変化が起きたりとかするたびに、まあ、ラジオの方も投稿させてもらいますけれども、ぜひねスパーズの情報だったりとかがまた流れてきたりとか、まあ僕もやっぱり全ての情報を常に追えているわけではないので、まあどんどん情報の方も教えていただけるともう本当に助かりますので、YouTube のコメントでもいいですし、私松Twitter やってるんで、まあ、Twitter だと結構ね反応もしやすかったりするんで、Twitter の方でねコメントだったりいただけると、非常に嬉しいので、よろしくお願いいたします。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。